皆さんこんにちは、リキトです。今回ですね、毎週やらせていただいております週刊アニメランキング、ランク圏外となった作品の順位&感想紹介というわけで、今回今期2023年冬アニメ5から6話のランクトップ20、圏外21位から、最下位今回は、35位までですね、最初から最後までネタバレありで紹介していきますので、点ご注意いただけたらと思います。というところで、さっきのね、あのトップ20動画ね、あの上げましてからリンクも貼っておきますけども、久しぶりにね、もうテンション上げまくって、もう30分以上、てか40分近くですね、動画を撮らせていただいたんですが、もうこっちの21個もひどいわ、正直。もうやべえっすよ、マジで。やべえっすよ。まあ中にはまあ、ちょっと最序盤ぐらいはね、おもろいのあったんですけど、後半ちょっと渋すぎるぞ、これはと。ね、なかなかの人気作が今回ね、なんか人気作がこう思いっきり最下位になってます。はい。ちょっとこれどうなんて、もう僕単体でちょっとかなり批判しようかなと思ったんですけど、結局まあ動画撮るタイミングがなかったのあげなかったっていう感じなんですけど、いやーまずいんじゃないですか。はい、まずいじゃないですか。さっきね、トップ20のラインナップ見ててもなんかなんとも言えないなと思ったんですけど、11個これはやーべえぞとね、いう感じ。もうね、だんだんなんか、もう皆さんも本気への興味失いかけてる人もいるかもしれないですけど、まあ正直、21以降のね、順位っていうのは、まあまあ、ある1、2作品ぐらいとか、また、まあ人気作品も正直、ランクになっちゃってるんでね、まあそことかに注目いただければ、まあ別にこれを見てね、この作品そんなひどいね、見てみようとか、まあ別に言い切らないかなと思います。はい。というところでね。早速21位から紹介していきたいと思います。今回の対象作品35作品ですね、ガラに作品名も全部書いておきます。ぜひね、皆さん、今回の対する感想、ご意見なんかもね、コメントお待ちしてます。なかなか厳しいこと言ってきますんでね、そこに対するもちろん反発もあると思いますね。そういうのは、ね、もうご遠慮なくどんどん書いていただければと思います。はい、では、早速21位から紹介していきます。ではまず第21位です。21位、解雇された暗黒衛士、カッコ30代のスローなセカンドライフ6話、前回28位から、7ランクアップ、21位という、こうね、ランクアップしてる通りめちゃくちゃ面白かったです。なんかこれなんで、なんか僕さっきなんか、ランキング紹介して思ったんだけど、ちょっとツンリーセットこっち、まあ、ミスったかもしれない。正直こっち20位だったかなとか思ったんですけど、まあまあまあ、面白かったです、これは。面白かったですよ。なんかもう一時期もうこれもうダメだなと思って切ろうと思って、もうなんか見たら、そうそう、5話が意外と面白くて、今回6話なんかまさかの主人公はもう子供できてんだよね。おい、マジかよと思って、責任取りすぎだろみたいな。マリーカちゃんも可愛かったんですけど。で、まさかのさ、原作であるなんかキスシーンカットみたいな。カットっていうか、まあ、あえて映さないみたいな。謎の監督かなんかのこだわりができちゃってさ。なんかそういうなんか一周回った面白さもあったな、今回。てか展開早すぎだろ、マジで。もう主人公でいきなり結婚してね、僕ね、たまたま見ちゃったんだよ。なんだっけな、あれか、なんか普通になんかテレビつけて、録画うまく機能してなくて、テレビつけて見たら、なんか、マリーカちゃんの子供みたいに出てきてて、なんか、ほんとマリーカに似てるな、みたいな主人公言い出してたとこ見た、たまたまちょっと見ちゃったんですよ。なんだこいつ、結婚したのかみたいな、嘘だろと思ってさ。まあ、前回確かにサウナでただなんか玉を触ったみたいな、なんか下りからだったじゃないか、ないですか。なんで、まさかなと思ってさ、見てたらマジで結婚って子供できてて、もう吹いちゃって、俺。でさ、子供はあれ、転生者だろ、あれ。なんか、群れ飛び込んだら、またなんか可愛い、なんか勇者みたいな出てきちゃった。いいんじゃないですか？面白かったっすね。これは、なかなか良かった。やっぱ、21と20逆だったかもしれない。すいませんでした。はい。まあまあまあ、別に積んでもいいと、もちろんいいとこあったんだけど、これ面白かったな。はい。良かったです。はい。21差つきました。では、次22です。22。大雪海の回の5は前回13位から9ランクアップ、9ランクダウンでした。22位という、こうね。ちょっと厳しい順位ですかね。ちょっと怒られそうですけれども。まあ、今回はため回かなっていうところ。まあ、別にその悪いわけじゃない、もちろんないんですけども。まあ、リリーハはね、なんかこう、ハッタレを聞かせつつね、なんとかこう、逃れようとしてるのかな、なんかって感じなんですけど。まあ、絶対絶命ですわね。で、まあ、ついにこう、カイナが追いついたことで、まあ、次回ですね、これ盛り上がっていくのはね。うん、まあ、今回は割とため回要素が強かったかなっていうのを思いながら見てました。はい。では23位です。23位、男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか、4期新章厄災編ですね。17話前回16位から7区だ23位というところね。なんか断末やなんかこう見てる人マジおもろいみたいな声よく聞くんですけど、
そんな思わないかなっていうのは僕は正直思ってることで、まあ、まずまずぐらいかな。まあ、ベル君とリュウさんはこう必死になんとか生き延びるっていうところで、ね、まあ、リュウさんはまあもうベル君しかもなんか自分は助かる気ないみたいな感じですよね。うんっていうところで、まあなんかここのなんかここずっとやってるような感じではするんだよね、やっぱり。うん、で、まあ、ようやくリリーたち間に合うのかと思ってるんですけど、なんか合流やっぱここの道のりが意外と長くてね、なんかここかなっていう感じを僕は知ってますけどね。うん、ちょっとテンポ感良くないよねって思ってます。はい。23位とさせてきました。では24位です。24位、痛いのは嫌なので防御力に極入りしたいと思います。2期、5は前回25位から1ランクアップ24位という子ね。棒振りどうですか。結構ね、棒振りおもれいぜと棒振りマジで一気から失速したぜがなんか真っ二つに分かれてる印象を持ってます。うん、なんか棒振りはねやっぱ、まあ、別にここ最近そんなえげつないこと言ってないですけど、なんか特に2話ぐらいかな、なんかかなり厳しいこと言ってってね、マジ失速したなみたいなこと言ってたんですけど、うん、まあ、よかったんじゃない？やっぱなんか日常アニメみたいな、まあ日常系萌えアニメみたいな感じで見ていくのがいいのかなっていうふうに思いました。キャラやっぱ可愛いですしね、なんかすごい柔らかいというかさ、なんかあったかい感じだね、この先。うん、っていうことで、まあメイプルちゃんなんかえげつねようになってましたけどね、触手がどうとか言って、やっぱ。これはまあ面白かったし、うん、まあまあまあこんな感じで気楽に楽しんでいけたらいいかなっていうふうに思ってます。はい。では25位です。25位、魔王学院の不適合者、史上最強の魔王の人、転生セッションたちの学校へ通う6話、前回29回4ランクアップ25位というところね。魔王学院もコロナに勝てなかったかというか、だからアニプレ案件マジ延期すぎだろこれ。誰かこれ管理してる人責任者クビだろマジでこれもう笑い落ちなくてさ、これもうやばいだろこれ。何管理の可能性もないよ。何めくら版ですか。ちょっとやばいと思うけどね、これ。まあまあ、もう、てか別に何かしら今期まだまだ延期作品出ると思ってたんで、別に想定内だったんだけど、ちょっとアニプレばっかじゃん。てか全部アニプレか。っていうところで。はい。魔王学院の不適合者もね、延期、シルバーリンクだったかな、シルリンか。なんか延期かっていうのが頭にありすぎたんですけど、まあ、話はね、分かりやすくはあったっすけどね、まあなんか面白いかって言われたら、まあ、なんかあの種ポリティコとかなんかよくあんねんてきたけど、やっぱなんかなんとも言えないけどね、魔王学院。なんか、一気のなんかやっぱこのさすあの感がないよね。なんか一気ってなんか勢いで面白かったね、とりあえず。なんか、ワードすげえみたいな。まあ、それ飽きたんかなんなんかわかんないけど。じゃテンションがやっぱわかんないね、この先ね。どんなテンションで見てたかちょっと一気なんとも言えないですけど。そう、なんかこう、ノリノリで見ればいいのか、真面目に見るのか、なんか、なんとも言えないけど、まあ、ひとまず7話以降延期という子をね、ひとまずありがとうございました。はい。では、26位です。26位。参りました、イルマくん第3シリーズ18話、前回21位から5ランクダウン26位というところでね。イルマくんもまあいい感じではありましたね。なんか結構エピローグ的な話でしたよね、今回ね。まあひとまず収穫祭見えたし見えたし、前回終わってたんですけど、まあ実際。っていうところで、まあ相変わらず高さ出てきたかなっていう感じはしました。はい。では27位です、27位。氷属性男子とクールなドル女子、6話前回17位から10ランクダウン27位というところで、なんかやたらランクダウンしてる感じがしますけど、まあ悪くないっすよね、これについては。まあ今回は割と主人公と冬月さんメインっていうところで、まあ僕はなんか前回の回見て思ったのは、結構やっぱいろんなカップルをこう出しまくったら面白いなってこの先は思いましたね。なんか変にこうキャラ絞んない面白いかなっていうのは思ってますね。まあ、小森さんはなんか邪魔しまくりで笑ってたけど、まあ、西島くんがね、グイグイ言ってて、もうまあ、いいんじゃないかなと思ってますけど。まあ、ちょっと厳しめの27位と、さすがでした。はい。では、28位です。28位。犬になったら好きな人に拾われた6話、前回24位から4ランクダウン28位というところでね、なんかもういよいよこの犬拾をランキング入れるのは、ふさわしくないというか、入れていいのかみたいな感じになってきたなっていう感じで。もう、ツッコミどころしかないからね、もう。やっぱそんなあるかみたいな。ありえない展開しかもうないんだけど、なんかもう、もうとんでもないことになってますよ。もう月城ちゃんもすごいね、これはね。はい。で、最後のなんか犬飼さん、なんか対決みたいな感じも面白かったんじゃないですか。まあまあ、まあ、別に全然悪くないですけど、ちょっと刺激が、やっぱちょっとアニメ化はちょっと無理だったんじゃないかなとか改めて思いましたけどね。はい。まあなんか頑張って脱がしてたんでいいんじゃないですか。28時差つきました。
ではですね、29位こちらですね、リベンジャー6話ということで、前回33位から4ランクアップ29位ということで、またオバルスの順位つけちゃってます。はい、リベンジャーやっぱ合わないんだよな、こういうのは切った方がいいのかね。なんか全くもっとおもろくないだったら切るんだけどね、やっぱウロムシさんかかってるからやっぱちょっと見ときたい感じするんだよな。やっぱ評価高いっすよね、結構見てる人はね。多分合わない人は、多分僕みたいななんか合わない感じの人は多分1話切りとかだと思うんだよね、正直。ちょっと難しいですね。なんかここ最近ため会みたいな回多くない、この最近。でマーヘンが長崎のどっかに隠されてるみたいな感じで、まあ、これから争奪戦が始まるのかなとは思ってるっすけど、でまあリベンジ屋もね狙われてるという、まあ、バトル展開来るのかなとは思ってますけど、なんか今回もなんか絵描いてさ、なんかよくまた金箔絵なんかやって、なんかいまいち面白さがつかみきれてない感じはしてるんですけどね。あんまり言うと怒られそうなんで、まあひとまずこれで切らないのかっていう感じもするんですけど、ね、別に切るほどじゃないんだよね。なんか難しくてこれ、まあ見続けたいなっていう感じです。はい、では次30位です。物語を抱いて、てれれれれれ。もうマジオープニングほんと好き。5話ということで、前回26位から4ランクダウン30位というこれね。もうこれ氷馬くんとボタンちゃん描いときゃいいんじゃないかと思ったけどね、今回なんか本筋の話になるとなんか途端に面白くなくなるなっていうのも僕は正直思ってることで、長月家の問題なんか主人公全然知らなかったけどさ、まあそこまた根が深そうだなとか思いながら、でまあそのひとまでも氷馬くんとボタンちゃんの絡みあってのも物語だなって感じになっちゃいました。もうラブコメのラブコメのですがね、まあまあまあひとまず見ていこうかなって感じです。はい、では31位。便利屋斎藤さん、異世界に行く後は、前回34位が3ランクアップ31位というところでね、斎藤さんなぁ、どう評価したもんかなっていうのが正直なところで、なんかもう僕もう今回序盤見ててマジで切ろうかなと思って、本当に酷評しようかなと思ったんですけど、後半悪くなかったんですよね。やっぱなんか中途半端だなっていうのをすごい思って、であとまあ場面がコロコロ変わるんですよね、この作品って。なんかこれもすげえ見づらいんで、これ前から言ってるんですけど、やっぱアニメには向いてないんじゃねえのっていうのは僕は正直な感想ですね、これは。であとやっぱキャラが多すぎる。でまあなんかそれぞれをこうなんかがっつりそれぞれの背景もしっかりやろうとするじゃん。もうそれでさ、もうなんか結果としてなんか収集がつかないというか、とっちらかってる印象がすごい受けてます。でまあ後半別にね、このなんかあの話はなんか割とこうやっぱこう各キャラのこう熱量に持っていかれたのか悪くはなかったんでね、まあひとまず見続けていこうかなって感じです。はい、では32位、失敗教室6話という、これ前回30位から2ランクの32位という、これね、スパイ教室ですか。やっぱある意味なんか盛り上がってるけどね、感想動画も上げるとさ、なんかすごいね、たくさんのコメントも来るし、なんかある意味俺一番楽しみしてるみたいなコメントもあるし、なんかもうね、なんかね、どうしたもんかね、回想また次回もやるんですかね、もう、まあ、僕はもうとりあえず話が薄っぺらくしか思わなかった。でも僕、話が薄いもんだから感想まで薄いみたいなコメントあったけど、多分これガチそうだわ。だから多分ね、あの動画多分スパイクラス見てから2日か3日ぐらい経ったから余計に薄い感想だったと思うんですけど、申し訳なかったんですけど、そこは。なんかジビアちゃんのなんかありきたりな話でさ、で短編のなんかの話なんでしょ。で、1話でやる回じゃないんよ、どう考えても。で、いつまでかっこいい設定のって、なんかよく原作ファンに聞くのは、なんか1巻がやっぱ一番あんま面白くないみたいに聞くんですよね。なんか3巻とかの内容が一番俺ね、全く進めねえと。ふざけてんの制作人何考えてんの。え、1巻が一番、1巻って面白くないんだね、逆に。多分なんかどんどん面白くなってくるっていうタイプなのかな。だとしたらさ、何を思ってかっこいいさ、このやってんのか意味がわかんないんだけど、普通に。まあ、正直に3話の時点でね、もう結構厳しかったと思いますよ、もう別に。でも、なんかさ、やりようあったじゃん、まずそこまで、まずね。で、この過去回想をこんなにやるんだったら、なんだろう、もっとここに組み込むとかさ、兄よりもなんか違うとこ入れるとかさ、まあ、あるだろうし、まあ、せめて話先に進めればいいんじゃないの。そんな面白いんだったら。まあ、それもまたアニメが難しいとか、そういう話なんですかね。はい、まあ、ひとまずでもこれ本格スパイアニメじゃないんで、まあ、日常なんか萌えアニメみたいな感じで見ときます。はい、というところでね。でリリちゃんなんか結構えげつない子でしたね。
うっすい話だなっていうのがまあ正直なとこと、あとかっこいいですよいつまでやってんねんっていうなんかツッコミが、ありました。はい、では33位です。33位、au を武を極めるため転生、そして、世界最強の見習い騎士5は前回36位からサランカップ33位というところでね、au をもなんかちょっと微妙になってきたな。なんか序盤面白かったんですけどね、なんかだんだんどんどんありきたりな展開というかさ、やっぱあの表現とか見れちゃうともうこうなんかこう全然癖がない、なんか主人公が戦闘強なだけなんだよね、もう最近マジで。でまあなんか主人公強すぎなのもテンプレだし、まあなんとか見れるぐらいちょっと次回できるかもしれないなっていうのは正直なところです。はい、では34位、アルスの居住6は前回32位から2ランクダウン34位というところね。アルスの居住も厳しいねこれ、まあ、正直なこと言うとやっぱマジでこう雰囲気アニメだなって思ってますね。なんか面白くなる気配はずっとあるんだけど面白くなんないみたいな、でも僕の本音ですこれ。どうしようかね、見るかね、この先。ちょっとこれも迷ってます。はい。そう、クオリティとかは別に全然悪くないからね。はい。そして、いよいよ最下位。35位発表してきます。最下位となった先。まさかのことです、最下位。とんでもスキルで異世界放浪飯5は前回35位から、同様、まあ35位ですが、まあ、前回37位まであったね。まあ、実質ランクだなと。最下位、トンスキという。どうですか。トンスキはね、確か1話の時からものの結構厳しいこと言ってて、もうこの作品ってめちゃくちゃ、なんか、僕、今期新作で一番ってか、なんか、ナロモン最終駅みたいなことも聞いてたし、なんか、原作も超売れてるというところでね、相当の期待作なんだなと思ってて、で、まあ、PV 見てもなんかさ、そういうなんか、めちゃくちゃこう、うわー、面白すぎるみたいなタイプじゃないのかなとは思ってたんですが、おもんないわ、俺。面白いよ、俺。面白くないわ、全然。新キャラのなんかスライム、あと女神、全く魅力ないんじゃないこれ。なんかで、あと、極めつきは主人公で、なんか、うざったく見えてきた。これ僕だけこれなんか、主人公なんか説教臭いというかさ、なんか嫌じゃないなんか。真面目すぎんのかもしれないけど。なんかどうもここも気に食わなければ、新キャラも全然なんか魅力感じないし、なんかただただ食い意地張って女神みたいなのが出てきて、もう切ろうかなって感じですね。でまあ人気作っていうこともあるんでね、6話まで見ようかなと思ってるんですけど、いやなんかさ、もともと前回言ってたのはやっぱ主人公とフェルだけじゃ限界があるんじゃないのっていうところでキャラが増えたんですけど、なんか全然ダメっていうのはあるし、あと主人公がなんかちょっと嫌いになりかけてんだよ。なんかフェルになんかいろいろぐちぐち言ってたけど、なんか嫌だったのよあれ。どうもね。で飯テロ要素もさ、もういいんじゃないって感じだし、いやちょっとこれは面白くなかったよ俺。トンスキは、まあ、原作と違いとかはちょっと分かんないですけど、少なくともアニメはクオリティはさ別に高いわけですけども、やっぱなんか話としての盛り上がりがないよねそもそも。でテンポ感もさ、なんか話も全然なんか何も進んでない感じだし、なんか進むのがもうやこの作品の話が、っていう感じですけど、ちょっと次回もこんな感じだったらまあ切りますわ。ちょっと人気作はあんま切らないようにしてるんですけど、俺はちょっと厳しいよ見るのが、でも僕の本音だし、まあ多分ファンもねたくさんいらっしゃるんで、ふざけんなって人もいらっしゃると思うんですけど、その点はちょっと申し訳ないです、申し訳ないですが、もう僕はもうマジでそう思ってます。はい、ということで今回の週刊アニメランキング、今期2023年冬に5から6話のランクトップ20、県外21位から最下位35位までの紹介は以上となります。この先ありがとうございました。なかなかね、燃えそうな文句をひたすら言ってしまったので、まあ燃えるというか、ふざけんなって人もいらっしゃると思うんで、まあ、そういった方は全然別に僕そういうコメントが来たからなんか削除するとかブロックするとか一切しませんので、僕がブロックするのは嵐だけなんでこの前ね、久しぶりにブロックのね、同時視聴久しぶりにやったわけじゃないんだけど、同時視聴をやってたら、そう
なんかめちゃくちゃ連投してくる人がいてね、困ったけど。コメントではそういう変な人は見ないな。うん、まあ、そういうのが来たら本物か、なんか10万円プレゼントしますか、アホみたいなコメントしてる人いるじゃん。なんか何がしたいか一味わかんないですけどね。はい、まあ、はい。というか、まあ全然僕も別に、僕は忖度なくなんか言ってるんで、皆さんも別にね、キモかったら、もうそのメガネキモすぎるみたいなとか、別に全然誹謗中傷はダメってことは何もないんでね。はい、まあおコメント、お待ちしてます。はい。まあ、逆にね、これはなんか そんなに面白くねえぞっていうのもあるかもしれないですし、まあまあこれが最下位にふさわしいとかね。まあまあそういうコメントもあったら、まあまあそこも小沙汰がコメントいただけますと。嬉しいです。はい。まあね、来週以降も引き続きやっていきますが、来週でかなり作品が消える可能性は否めないのかなっていう感じですね。はい。またね、来週も上げていきますね。まあ、トップ20もね、上げてますけれども、まあ、ぜひこれを気にチャンネル登録、高評価もね、してくださったら嬉しいです。で、今回のが以上としております。ここまでご視聴いただきありがとうございました。